スイス陸軍のピラーニャモアクピラーニャは、スイスのモアク社で開発された、送輪式走行兵移入奏車である。1960年代に開発が始まり、最初の試作車両は1972年に完成した。現在の軍用送輪式走行車流星の走りとなった車両であり、採用国はアメリカやカナダなどの西側先進国をはじめ、 開発途上国で次第に増え続け、ライセンス生産者を含めて、数多くの派生型、発展型が開発、生産されている。モアク社は2004年にジェネラルダイナミクスの参加に入り、2010年にはグデルズとなったため、現在は同社の製品となっている。4X4、6X6、8X8、10X10 10のモデルが存在するが、 主流となっているのは 8X8 型である。車体はすべて消火器に対する防御力を有する防弾鋼板の溶接構造で、全部左側が操縦室、その右側が機関室、中央部が兵装砲頭部、後部が兵員室となっている。また、水陸両用性も持ち合わせ、2機のスクリューで水上浮き膨が可能。 4X4 型 6X6 型スイス陸軍の走行救急車 8X8 型ベルギー陸軍の車両 10X10 10型拡張性も高く、不評戦闘車、偵察戦闘車、指揮車両、自走迫撃砲、戦車駆畜車、戦闘公平車、装甲回収車など多彩なバリエーションが製造されている。チリ陸軍では、 h s HS 4 0 4 2 0 m m 機関砲を連装砲がに搭載した TCM-20 対空機関砲を 6X6 型ピラーニャに搭載した実装対空車両を運用しておりベルギー、カタール、サウジアラビアはコッカリル 90mm 低圧砲装備の LCTS92 名用砲塔を 8X8 型ピラーニャに搭載した火力支援車を運用している また、ジェネラルダイナミクス社の子会社、GDLS が製造ライセンスを取得し、カナダ軍向けのアバグップ、アメリカ海兵隊向けのラブ -25、オーストラリア陸軍向けのアスラブなどの独自の改良系を製造している。他には、チリがライセンス生産を行っており、イギリスのビッカース PLC とアルビス PLC も製造ライセンスを保有している。 アメリカ海兵隊のラブ -25 ンゼラブ、スペイン海兵隊のピラーニャファイクピラーニャには、各国ごとの要望に合わせて開発された数多くの派生型が存在する。ありがとうございます。